はい、皆様こんにちは。8月の25日午後12時36分を回ったところでございます。ピットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日水曜日の第1部のね、収録配信をね行っていきたいと思いますけれども、皆様申し訳ございませんね。今日はね、あちら私の息子が最後の夏休み最終日ということで、ちょっと午前中ね、一緒に出ておりました。どこに行ったのか、コンビニでございます。コンビニごめんなさいね、コンビニでお前何時間過ごしてんねんと。ちょっと読みたいものもありましたので、ちょっとね、あとは買いたいものもありましたので、ちょっとコンビニを徘徊しておりました。よろしくお願いします。で、先ほど戻ってきて今の収録に至るということで、皆様にはねちょっとご迷惑をおかけしているかもしれません。配信時間がだいたい2時半から3時ぐらいのね間になっているのかなと思いますけれども、皆様ぜひとも嫌わずにご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと収録時間がね押しているので、早速ね、いろいろな本題に入っていきたいと思いますけれども、まずは、こちらバイビットサマーの大会まで、もうこれはねもう WSOT もう概要は大体わかりますでしょうか。トレーダーの大会ということで、夏の終わりにねある、8月の28日から、ちょっと下行きましょうか。あ、まずはごめんなさい、あと3日後に開始ですから、8月の28日に開始なんでございますけれども、チーム戦と個人戦というのがありまして、私のビットマン TV というチームに、何名の方が参加をしていただいているのか。昨日の第2部の配信の時には51名でございましたね。51名でございました。今何名になっているのか見ていきましょう。ドゥドゥンドゥドゥンということでございますけれども、いきますよ。ブリ来ました。皆様56名の方が私のチームの方に加わっていただいているということで、本当に本当にありがとうございます。おそらくね、ランキングも、今9位をね、まだキープしているのような状態でございましょうか。ちょっと見ていきましょうか。ランキング、メンバー数ランキング行きましょう。はい、来ました、皆様。第9位に位置づけております。この上の方ね、この上の方があと何名様差、17名様差でございますので、ちょっとね、これね、あと3日間でワンチャンあるんちゃうみたいな。だって1日で5名様増えたわけでしょ。ということは、もうちょっと頑張ればいけるんちゃうみたいな形でございますけれどもね、ぜひとも初めて聞かれた方であれば、もしねチームが決まっていない方とかであればね、ぜひとも選んでいただければ嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。あとは、もしね初めて配信聞いたよという方で、バイビットねアカウント持ってねえなみたいな、方がいらっしゃるであれば、私のこの動画の説明欄の一番トップでございます。はい、一番上、ないしは、私ねツイッターもやらさせていただいているんでございますけれども、そこの一番上にもピン止めをしておりますので、ぜひともねそのリンクをですよ、リンクを、ご活用いただければと思いますので、私嬉しいございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、で、ごめんなさいね、大会の期間が一応そこはね、もうすぐ始まりますので、いつからいつまでかって、当然賞金とかもあります。はい、世界でね、トップ10に入ればまあ賞金があるような状態でございましょうか。こういった形で、エントリー期間が8月の18から8月の28で、一番下ね、大会の開催期間20日間ということで、8月の28から9月の17まで開催がねありますよということでございます。で、一応参加条件は、バイビットのねデリバティブのアカウントの方に、0.03ビット、もしくは 0.45 イーサー以上ね、まあ、入っている方っていうのが、まあ、一応参加費というわけじゃないです。これは、これを元にトレードしてねという形になりますので、まあ日本円で言うとどれぐらいでしょう。17、8万円とか1500ドルぐらいでしょうか。イーサリアムとかであればね、それぐらいを元手にちょっとやって頑張ってみてねということで、もしねよろしければ、ご参加のほどお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。個人戦に関しては、またこれちょっとね違いますので、個人戦に関しては開催期間は一緒なんですけど、デリバティブのね、アカウントの方の資産残高が300テザーですから、結構こう安くで参加できますよということで、80イオスまたは500リップル以上ある場合ねということで、まあ2つとも、併用して参加をすることができますから、私もね、今回今年が初めて参加になります。で、私のチームに加わっていただいている方も結構初めての方が多いんじゃないかなっていう感じがね、私の中では、そもそも私のチャンネルを聞いていただいている方が結構こう初めて相場に入ったよみたいな方もね、かなり多い感じになっておりますので、だからチームに加わっていただいている方もね、初めての方が意外と多いんじゃないかなと思いますから、もしねこうやってみたかったんだけど今までやったことないなみたいなね形で思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひともね、今回を機にちょっと遊んでみましょうよということで、夏の終わりのファイナル遊びでございます。ファイナル遊び、何を言っているのか
かわかりませんけども、ファイナル遊びということで、よろしくお願いいたします。はい。まあ、これを機にですよ、うん、今年慣れていってね、来年あたり、再来年あたりとまたね、ずん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 こう参加をしていくのも面白いかもしれませんし、まあ、ランキングに入るのはね、なかなかほら、1年目で難しいかもしれませんけど、もしね、来年、再来年とか、うん、これが当然続いていくようであれば、まあ、私のチャンネルはずっと続くんですけど、続いていくんですけども、そうなるとね、やっぱりほら、あちらですよ。皆様、今、チームに入っていただいている方が、まだね、こう、入りたてで、なかなか慣れない部分もあると思うんですけれども、やっぱり1年、2年経つとね、容量も分かってきて、ある程度ベテランの部類にね、入ってくるんじゃないかなと思いますけれども、そういった形で、どんどんランキングも上がっていてね、もしかしたら かなり面白い、様相が見受けられるんじゃないのかなと思いますので、ぜひともね、まあ、ご参加のほどお待ちしております。はい。まずは、バイビットのご案内でございました。いつも通りでございます。いつも通りよろしくお願いいたします。そして、行きましょう。今日の重要ニュースなんですけども、3つ4つどっちか、ごめんなさい、どっちかでありますので、こちらね、もう、見てみてください。それぐらいの重要ニュースがあると。そして、チャート分析の方がいきますよ。ビットコイン、そしてイーサリアムですね。そしてリップルでございます、リップル。そしてドット。うん、で、次、5通貨目がホットを見ていきましょう。OK です。で、ウィンですね、ウィンク。はい。そして XDC、ジンフィンネットワーク。そして、最後締めくるのは、オーディオで行ってみたいと思います。最近扱った通貨でね、オーディオっていうのがあるんでございますけれども、タイトルの方にね、オーディオ何みたいな感じで書いてあります。うん、音楽関係の、まあ、いわゆる通貨みたいな感じでございますね。はい。ですから音楽を作っている方に、まあ、NFT としてね、まあ、いわゆる、あちらでございますよ。まあ、いい思いができるみたいな、もう荒すぎだろ、お前説明の仕方がみたいなね、感じでございますけれども、ここ2、3日中に動画作ってますので、ニュースの方で取り上げてますので、タイトルにオーディオみたいな形で入ってます。そちら見ていただければ、どういった通貨かがわかりますからね、ぜひもご覧になられてみてください。よろしくお願いいたします。イザナウラお前とイザナをさせてください。お願いいたします。で、最近気づいてます皆様、うん、ちょっと話がね、ちょっとこうグッといくんでございますけれども、最近ね、やっぱり視聴回数の方が結構ついてきて安定しているの気づいてますか？ 3000 再生ぐらいでね。ですから、お人が、仮想通貨業界に、まあ、戻ってきた。ないしは、新しい方が入ってきたっていう感じがね、ちょっとしますよね。なんかわかりますよね。うん。ですから、またこれ年末に向けてね、第2波があるんじゃないかって私前から言ってますけれども、その可能性はね、やっぱり捨てきれないということで、今ちょっと調整で落ちてきておりますけれども、そこら辺も含めてね、チャート分析で見ていきましょう。よろしくお願いいたします。皆様、水曜日の第1部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。行ってみたいと思います。レッグお願いいたします。お願いいたします。まず、お一つ目の重要です。行きましょう。もう見えてます。はい。ソルですね。ソラだ。いいねーとね。本当にこのね、ビットマン TV でございますよ。もう自分で言うのもなんなんでございますけれども、結構ね、情報としては、うん、早くね、流させていただいたんじゃないかなと、ソルに関してもね。日本のニュースで流れていない時に、うん、私が新通貨のご紹介というふうにね、もう生きりまくって、皆様にご紹介をしたわけでございますけれども、この時にね、買っていただいた方であれば、結構もう2、3倍ぐらいに、まあ3倍ぐらいでしょうか、なっているんじゃないかなと思いますけどもね。いい形で今進んでいると。で、また動きが出てきているよということで見ていきましょうよ。うん、カルメンね。で、昨日のね、ごめんなさいね。お前早く入るよって話なんですけど、昨日のほんとね、ごめんなさい。あのね、重要ニュース5つマジできつかったですね。だから4つぐらいが意外と限界かなと。でもね、皆さんに、やっぱりお伝えしたいニュースがね、もうありすぎて、やっぱり5個とか6個とかね、なる可能性があるんですけれども、ちょっとこう、インターバルを取りながらね、そういった時は行きたいと思います。今日は3つ4つぐらいですから、まあ大丈夫かなということでよろしくお願いします。はい、だから昨日の最後のニュースの方ね、もうわけわからんこと言ってたと思うんですよ。なんかいきなりエンジンコインのね、中に、ネムとかいう言葉が出てきたりね、もうね、もうグロッキー状態、パンチドランカー状態、ね、わかりますよね。私、嫁に殴られたのってね、一瞬思いましたからね、よろしくお願いいたします。はい、だから、まあ私はね、一応ね、これ常々言っておりますけれども、まあ言ってはないんですけど、私のね、いわゆるメンタルマネージャーの方も、いわゆるね、私に、もうね、酸素ボンベ買えばと、ね。ですから、配信して、ちょっとごめんなさいね、シュコーン、シュコーン、みたいな感じでね、途中で酸素ボンベを吸う音がすると、ね。それはそれで、お前バズるぞ、みたいな感じで言われて、もうそんなもう、死ぬ思いでやってるやつとか相当面白いじゃんって言われてね、まあ、それちょっと考えているんでございますけども、ちょっと待ってくださいね、シュコーン、シュコーンでございますよ。はい。よろしく、もしかしたらワンチャンあるかもしれませんので、そこはね、よろしくお願いいたします。その時は、あちらタイトルの方に入れさせていただきます。はい。酸素ボンベ片手に配信以上みたいな形でね、よろしくお願いいたします。行ってみたいと思います。行きますよ。はい。アメリカのニューヨークのね、いいですか、暗号資産の投資企業、うん、オスプレイファンドは、ソラナのね、投資信託を的確投資家に向けて販売する準備をしているようだということですね。で、 SEC への登録処理によると、オスプレイソラナトラストというこの投資信託は、最小の投資金額をね、
約110万円、まあ、1万ドルに設定していると。で、書類の日付から、オスプレイは、いいですか、6月からこの投資信託の登録準備をしていることが分かったということですね。また、ソルの投資信託は今後、アメリカのね、主要 OTC 市場、OTCQX で上場させる予定もあるということでございますね。はいはい。で、ソラナは、いいですか、年初来45倍以上の上昇率を記録。やばくないですか？いや、普通にやばいでしょってね。10万円入れてたら450万円ですよ、今。ね。やばいことになってるじゃないっていうね、感じでございます。はい。で、個人投資家だけでなく、機関投資家による需要もね、高まっている模様をということで、で、行きましょうか。開発を行う、ソラナラボズ、ラブがね、ラボが、6月にプライベート、これ話題になりましたね。ニュース上がっておりましたよ。6月にプライベートトークンセールでおよそ 3.1 億ドル、344億円の資金をね、調達しまして、ソラナ財団が、韓国などに向けて投資ファンドをローンチした事例もあり、エコシステムはグローバル規模で拡大しつつあるということですね。で、オスプレイは現在、独自のビットコインのね、投資信託 OBTC を運用しているほか、ポルカドットおよびアルゴランドのね、投資信託も的確投資家に向けて販売を行っていますと。で、投資信託は直接投資のハードルが高い、仮想通貨市場では投資家が自ら仮想通貨の現物をね管理する必要がなく、既存の証券口座からアクセスできるといったメリットがあるということで、まあここね、まあ当然、あ、ちょっとごめんなさいね、一回、こちらしましょう、お休みモードに、はい、ごめんなさいね、当然、こちらはまたまたね、こういいニュースが流れてきたということで、それに対するね期待感が今後またさらに上がっていく可能性もありますから、まあ楽しみな通貨ね。まあ100ドルはね、今もう70、80ドルぐらいいってるでしょ。まあ72、3ぐらいですか。で、市場最高値が80ドルぐらいだと思いますので、まあ100ドルはね、超えていってもおかしくないんじゃないかなと。まあ、それがすぐに来るのかって言ったら、それはちょっと疑問でございますけれども、調子よくね、ビットコインが大相場に入れば、まあ、行くんじゃないんですか、普通に考えたらね。まあ、そこに対する期待感は持っていきましょう。ごめんなさいね。ちょっと最近ね、風邪気味でね、またくしゃみが出るようになってしまいました。すいません。次行きたいと思います。行きます。来ました、皆様。リップルの裁判。はい。ここに、関するね、ニュースがちょっと入ってきましたので、上から下に流していきましょう。先ほど、まあ、朝ね、流れてきたニュース。リップル裁判。いいですか？一部手続きの期限を延長。これ絶対見ておいてください。リップラーの方は特に。ですから、今日のサムネ、もうマジで煽りまくります。はい。リップルで煽りまくっておりますので、そこはね、ご了承ください。よろしくお願いいたします。いきますよ。リップルの裁判。ね。複数の展開が、あったということでございます。いきますよ。だから今、口が変になりました。いきます。リップル社の裁判で、リップル社の、なんで二重になってるんですか？裁判で、ごめんなさいね。リップル社側と SEC は、いいですか？一部のディスカバリー、情報開示に関する終了期限を延期することに合意をしたと。おー、リップル社側もいいよって言ったんですね。で、本来の SEC のファクトディスカバリー、いわゆる情報、証拠開示の手続き期限は、今月末、つまり8月の31日だったんですね。で、エキスパートディスカバリー、専門家の証言の終了期限が10月の15日と設定をされていたが、裁判に関わっている、ガーリングハウス CEO 及び、こちらね、ラーセンさんですね。ラーセン氏が、こちらはリップル側の方です。ラーセン氏が、自身に対する、訴状の取り下げを申し立てていることに関係し、エキスパートディスカバリー、いわゆる専門家の証言の方ね、の終了期限が11月の12日へと延期になったということでございますね。はい。で、もともとはだから10月の15日から11月の12日、1ヶ月ぐらい延期になったということですね。で、行きましょうか。こちら。フィンラン氏って誰ですか？フィンラン氏、裁判、あ、そうですね、ごめんなさい。代表弁護士の方ね、ごめんなさい。代表弁護士の方によると、早期和解の可能性は低いようだということですね。だから、もともとね、そもそも系列的に、もともとですよ、いいですか？ワンチャン早ければ7月に早期解決があるんじゃないかって言われたんです。で、それがもう流れて、で、普通に行くんであれば10月ぐらいにあるでしょっていうふうに言われてたんですよ。だからおそらくこれ専門家の意見を元にしたらもう10月15日でもうアップアップだろうということで、おそらく早期解決10月15日って多分言っていたと思うんですよね。で、これが、だから11月12日に伸びて、ちょっとこう、まだわかんなくなってきたぞと。でも、ね、こう、ちょっとこう、この、リップルとね、SEC の間の問題に詳しい、こう、弁護士の方、他の弁護士の方ですかね、によると、来年の1月ぐらいには、ある程度方向性として決着してくるんじゃないかと、どっちかのね、もう証券なのか、違うのかっていうのが、決着してくるんじゃないかというふうに言っておりましたので、まあ、どの道、そのね、決着がつくまでは、私自身のスタンスですよ。私自身のこれ考えなんですけれども、やっぱり買い集めのフェーズとして捉えておいてもいいんじゃないかなと、爆発力はやっぱり申し分ないので、やっぱり仮想通貨業界のね、まあ、いわゆるもう本当に何でございましょうか、
もうなんかもうナイトみたいな感じですか。やっぱりほら2017年あたりからいらっしゃる方であれば多分よーくわかってると思いますけども、もう仮想通貨に火をつけたのがおそらくリップルだと思うんですよ、ぶっちゃけた話。うん、アルトコイン、特にアルトコインの中で。だから今年の同時コインみたいなね立ち位置な感じがしましたもんね、あの時は。ですからこの仮想通貨に注目を皆さんね集め、させた、アルトコインの一つかなと思いますので、爆発力はパないと、パないということでね、そこまでは期待していきたいなという感じがいたしております。ですけどこれ証券とねしてやられたとしても、他の国で今実際ブリッジ通貨としてもうどんどんね使われていくような流れになってますよね。だからアメリカでもしこれがね、そういった風に証券として認定されたとしても、他の国ではどうなのって話になりますから、実際リップルがなくなるとかね、そういったことはないと思うんですよね、意外とね。まあ意外とというか普通にそう考えられますよね。ですからまあなんかあんまり心配はしていないって感じ。まあでももしね、悪い方向に話が流れてしまったら、それは一時の価格影響はありますけれども、あるでしょうけれども、まあ逆に言うと現物買いのチャンスとしてね、下で、買い集めを行っていこうかなって私自身は考えておりますので、やっぱり元はブリッジ通貨としての要素が強いでございましょうからね、やっぱり使用用途もはっきりしておりますし、こうはっきりしてる上にもう今使われる流れになってますから、結構期待できるんじゃやっぱりないのかなって感じがねいたしております。で行きましょう。早期解決のね、和解の可能性は低いようだと。で、ガーリングハウス CEO らの取り下げ申し立ての結果は未定で、いいですか。ましてや双方による2つの証言、録取、が9月に行われることになり、エキスパートディスカバリーの手続きも11月に引き延ばされていると。で、過去の経験から和解という選択肢はね、当面にはないかもしれないというふうにコメントをしたということですね。で、電話会議の予定もというね、行きましょう。上のね延期のほか、ネットバーン裁判官は8月31日にリップル社と SEC がね電話会議を行うことを設定したことも分かったと。はい。でも、とにかく話せとね。で、こちらでは、SEC が主張する、デリバティブ、プロセス、プライビレッジ、という政府省庁に関わる情報開示の特権に関するもので、リップル社が SEC にね、XRP に関する SEC の内部書類を公開するよう要求していることが背景にあると。で、SEC はこれまで、こちらね、ウィリアム、ヒンマン、前企業金融ディレクターの証言を含め、XRP、ビットコイン及びイーサリアムに関する見解や立場がね、記録された、SEC の書類の全面開示を拒んでいるということで、もう、だって、もうこれいよいよでしょ、なんで拒むのって話になりますからね。だからもう限界なんじゃないのと思うんですけどもね、ここまで引っ張っている理由がちょっとわかんないんですよね。ちょっとここはまあ、やっぱりいろいろ裏があるんでございましょうね。いろいろちょっと疑問なところがありますけれども、なので拒否するなんかまずいことがあるから拒否するんでしょって普通に考えたらね思いますからね。まあここはまあ一応見守っていきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちらでございます。はい、行きまーす。また動きました。マイクロストラテジーでございますね。いきますよ。マイクロストラテジーが、ビットコインをね、追加購入ということで、とうとう動きましたね。追加購入の話がね。はい、いきまーす。マイクロストラテジーは、1億7700万ドルを投じね、いいですか？はい。3907、ビットコインを追加購入したということでございます。はい。で、24日に、公開されたね、SEC の文書によると、同社は、7月の1日から8月の23日の間にビットコインの保有量を3907ビットコイン増やしたということですね。はいはいはい。で、提出書類によると、マイクロストラテジーは追加取得の際に1ビットコインを平均で 45,294 ドルで購入をしたと。で、今回の取得でいいですか？同社が所有する、保有するね、ビットコインは、108,992 ビットコインとなり、平均取得単価は結構低いですね。26,769 ドルとなったということですね。はい、行きましょう。で、1ビットコインが現在4万9000ドル付近でね推移している現在、保有額は53億ドルに上るということですね。で、行きましょう。マイクロストラテジーは2020年8月に初めて、ビットコインを購入して以来一貫してねビットコインの保有量を増やし続けているということで、もう今ねイストリゲームが、これはもうビットコインのイストリゲームがずっと行われている状況で、やっぱりこうマイクロストラテジーが頭一つ抜きん出ているような状況にねなっているんじゃないかなという感じがいたしますので、まあ、ここに関してはね、まあ購入してくれるっていうことは当然、いいことですし、まあ一つのね企業がねこんだけブリーとね、イストリで、勝つとね、ある意味売り圧もちょっと気になるかなと。やっぱりなるべきならばらけた方がねいいかなと思いますので、ちょっと抑え気味で言ってもいいんちゃうって思うんですけどね、私の中ではございますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、行きましょう。で、今日の今のがごめんなさい、最後のニュースでございました。ごめんなさい。だから今日のニュースは3つでございますね。で、私がグロッキーになったのがこのね、一番上のテゾスの話とエンジンの話、これがちょっと昨日ねグロッキーになりかけたので、まあ一応文書としては流しておりますから、
もし気になる方はね、ちょっとご覧になられてみてください。テゾスとかも今結構強いでしょ、まだね。だからこの、テゾスチェーンで金融資産トークン化8ね、これスイスの企業3社が、こういったのがね、やっぱり上昇の要因になっているのかなと。で、テゾスに関して言いましたけれども、これはね、ほんとね、すごいんですよ。もう、このテゾスのね、テゾスチェーンですか？これを利用する企業が結構ね、隠れて多いということなので、あとパートナーシップもひっそり結んでいるので、結構ね、後々ね、それが効いてきてパリーンってね、もう行くんじゃないかっていう、こう、一つ期待が持てる通貨になってますから、もし気になる方はね、まあ、購入を少しでも検討してみてもいいかもしれません。よろしくお願いします。で、その下のエンジンコインのね、関わりの中で大きいエフィニティ、EFI というコインが出てきますから、こちらも見ていただければわかると思います。はい、ゲートでその EFI という通貨扱ってますので、もしわからない方はこの動画の1個前をね見ていただければ嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュース以上となります。そして本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプーや、お願いいたします。お願いいたします。行ってみたいと思います。行きます。まずはですね、ビットコインから見ていきましょう。はい、行きます。ビットコインなんですけれども、いいですか、ただいまの価格が48,000ドルを、推移しているような形になっております。 OK ですね。で、日足でまず見ていきましょう。はい、日足レベルだとこういう形、ちょっと雲もね入れていった方がいいのかなという感じで、日足で雲はもう一番かなり下にありますのでね、いいでしょう。 OK ですか。で、マックD線がやっぱりね、こうぐーっと右上がりになっている状況から、今デッドクロスを起こしてちょっと右上がりになりかけているんですけれども、まあここからね盛り上がってくる可能性もありますからね、まあここはあまり意識する必要はないでしょう。で、今ローソク足を見ていただいたら分かるように、いいですか、上昇チャンネルのね下限値に、今到達をしてきました。昨日これ結構2、3日前からずっと言い続けてますけども、48,000ドルぐらいまでの落ちはね、想定をしておいてくださいというふうにおそらくね、申し上げておったので、今そこまで、ちょうど落ちてきたという形でございますね。で、ある意味、まあここね、いいですか、まあ、今ちょっとこう粘っているんですけど、ここですよ、ここ。わかります？オレンジのラインをなかなか抜けきらない状況のこのトップね、48,000ドル付近ですから、ここでの底固めをね、まあ今ちょっとこうしていってくれているのかなという様相。で、もうちょっと別に下がってきても、ヒゲつけて下がってきても構わぬということでございます。どういうことか。上昇チャンネルを割り込むとちょっとまずいんですよね。これ。わかります？この、青いね、帯帯の下のラインを割れ込むと、やっぱりずるっと、この200日の移動平均線、つまり43,000ドルぐらいまでね、やっぱり落ちてくる可能性がありますけれども、そこを割れない限りはね、いわゆる反転をしてくる目が、当然まだありますので、基本的には、まあ、押し目買いのチャンスとしたら、ここでございますね。上昇チャンネルの下端値、はい、サポートライン上ですよ。今ぐらいで入れていってもいいかな、分割エントリーでちょっと打診でやってみて、落ちてきたら47,000。そして、その下の、ここね、下端、ちょっと黒いラインとね、被ってるんですけど、黒いラインは消しておきましょうかね、ここ。消していっても大丈夫ですね。一応かぶってるので黒いライン消しておきましょう。はい、こういった形で上昇チャンネルの下端値がいいですか、46,000ドル付近になってますので、48,000、47,000、46,000という感じで1000ドル刻みでね、ちょこちょこちょこって入れていくのがいいかも。で、下に行くほど厚めに、もしね、46,000を最終的な防衛ラインとした場合は、下に行くほどちょっと厚めにね、こうロングを仕掛けていくのがいいんじゃないかなという感じがいたしております。今はまだ強気相場継続中ですので、やっぱりこれ押し目にね差し掛かったら、やっぱり、ロング一択としてね、考えといていいんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。やっぱり強気相場中というのは、わかりますよね。これね、サポートの押し目っていうのがやっぱりかなり強く効いてきて、ちゃんと反発をブリッとねしてくることが多いので、今はチャンスとして捉えておいていいでしょう。はい、OK ですね。で、反発してくるんであれば、やっぱり目標価格は、まあ、まずは抽選ラインですよね。やっぱり上昇チャンネル抽選ライン付近は重要でございますから、抽選ライン、はい、そしてそこを抜けていった後のやっぱり51,500ドルでしょうかね。51,500ドルから52,000ドル付近を一旦の目標値で、まあ、うまくいけば、上昇チャンネルの上限値54,000ドルぐらいをね、狙っていける可能性がありますので、まあ、ある程度スイングで、ここ反発してきたら、まあ、スイングで上までずーっと狙っていってもいいかもしれません。もうずーっといけるところまで狙っていくみたいな、ここでタッチするまでね、そこまで狙っていってもいいんじゃないかなと思いますので、反発してきたらですよ。OK ですか？そこは意識をしておきましょう。で、もしここで握ってね、もう割れ込んで損失が嫌だと、これ以上っていう方であれば、もうすぐ損切りをしていくのがいいんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。で、ある程度持ちこたえられるよという方であれば、43,000ドル、ここのね、長期の移動平均線。あ、あと一つこれいいのがね、これなんですよ。このね、日足レベルでの200日の移動平均線が、ちょうどね、このね、上昇チャンネルのサポートラインと重なっているので、これはかなり重要なラインなんです。赤いライン。この4万6千ドルですよね、今となっては。この赤いラインが、いわゆるトレンドをね、こう結構決定づけるようなラインになるのかなと思いますので、これの要因も重なって結構サポートとしては強くなると思いますよ。だからこれを割り込んでからね、損切りでもいいかな。持ちこたえられる方であれば、43,000ドルまでは見ておいてもいいかもという感じ。先ほど見た、長期の移動平均
金銭を割れ込むまでは持っておいてもいいかもという感じがねしております。はい、次は行ってみます。これがまあビットコインに関する話でございます、分析でございます。はい、次行ってみたいと思います。行きます、行っちゃいます。こちらビットコインが金でならイーサリアムはクイーンでございます。肝お願いいたします、お願いいたします。いきます。はい、イーサリアムなんですけども、ただいまの価格が3190ドル付近をね推移しているような状況になっております。はい、そして、日本円で言うとね35万円あたりをね動いていると。今シャックルが出てしまいました、申し訳ございません。でいきますよ。冷やしレベルで、マックD線がね、ちょっとデッドクロスを起こして、あまり様相が良くない感じでございますね。はい。冷やしレベルの雲は、まあいいでしょうと。で、これはね、やっぱりね、まあ逆に言うと、昨日も言ってましたもんね。落ちてきたら、この3126ドルよと。ね。ここまでは到達してこなかったですけれども、今ちょうど4時間足レベルでも見ていただいたらわかるように、短期の移動平均線が頭となって押さえつけられてますから、なかなかここが抜けづらい。だから、ちょっとまだね、弱い感じが、当然します。わかりますよね。MACD 線、4時間足も右下がりで弱気、ね。弱気相場が継続中よというふうになりそうなので、やっぱり3120ドルあたりでの、反発差し値入れておいてもいいんじゃないかなという感じがねいたしております。でもう今となってはね、やっぱりちょっとこうもう逆三尊の目も潰れかけておりますし、まあ、潰れておりますし、次意識されるのはもう交互ですよ。次上がってきた時は三尊ね、こういう形で、いわゆるね、まあと一旦こう跳ね返って上がってくるんですけど、中期の移動平均線とか短期でちょっとまた押されてしまってね、まあ中期あたりで押されてしまって三尊形成をしてからの3120ドルを割れ込んでいくっていうのがもうちょっと最悪なシナリオでございますから OK ですか。ですけども一応ね、この3126ドルというのはこのイーサリアムに対する水平のね、意識されていた、サポートであるとか、ごめんなさいね、レジスタンス、ラインになっておりますので、ここはね、チャンスの値打ちとして、反発値打ちとしてね捉えておいて申し分ないでしょうということでよろしくお願いいたします。まあこういった形ですよ。まあ聞いてますよね、結構ね。まあ一回サポート、レジスタンス、サポート、サポートね。そもそもダブルボトムのネックラインでございますから、やっぱりこれは強いんじゃないかなというふうにね、感じておりますよ。上がってきた時は、ある程度欲はかかずにね、もう3300ドル付近まで上がってきたら、ちょっと利確を細かくしていって、もしかしたらこうやってレンジを作る可能性もありますからね。レンジ相場を作るような可能性もありますので、そうなったらね、あちら、やっぱり精神的に痛いでしょうから、3300あたりで一旦流していただいて、ここ、上ね、このオレンジのライン、ないしはこの黒いラインを明確に上にブレイクしてきてからもう一回ね入っていく形で見ていくのがいいんじゃないかなという感じがいたしております。はい、それぐらいでしょうかね。はい、で、あとはやっぱりこれぐらいねちょっとねこうちょっとだけ下意識が強いので、3300ドルぐらいに差し掛かってきた時のショートをかけるっていうのもまあありかなと。これぐらいヒゲつけて抜けきらない状態なので、こう上がってきても一旦やっぱ売り圧が強くてね落ちてくる可能性があります。これはまあありますよね、言っちゃうとね。レジスタンスとして強く機能してくる可能性が多いのありますから、このオレンジのラインでの戻りでのショート、ここはまあありかなと。その代わり上にブレイクしたらすぐ逃げていただくみたいなね感じで捉えておいてもいいでしょう。はい、次行ってみたいと思います。4時間足レベルだと今雲がねちょうど、支えとなりそうな感じもしますから、雲がね、ですから ある程度ちょっとこう気になる方であれば打診で今ぐらいで入れていっても申し分ないかもしれません。 もうちょっと待ちたいよという方であれば3120ドルぐらいを意識しておきましょう。はい、次行きます。次はこちら行きましょう。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。パワーいやお願いいたします、お願いいたします。行きます、行っちゃいます。はい、リップルなんですけれども、いいですか。ただいまの価格が 1.15 ドル付近をね推移しております。で日本円で言うと127円ぐらいをねまあ動いているよということで、まあちょっと雲もねちょっと気になるんですけれども、ちょっと後で入れていきましょう。まず現状としていいですか。日足で見ていきますと、こういった形 MACD 線がデッドクロスを起こしておりますので、ちょっと下に落ちてくる可能性が高いよというのは意識しておいてください。そしていきますよ、もう一つ4時間足レベルで見ていきますけれども、こういった形ね、4時間足レベルでもいいですか。 MACD 線がね、いわゆる青いラインがオレンジの、ラインをね、こう上にオレンジのラインを上にしょっかった状態で、今これ右のライン見てください、ゼロラインを突破しそうでしょ、ね、これは弱気相場が継続中よというサインになりますので、まだねこれ落ちてくる可能性があります。 OK でございますか。ですからここね上がってきているんだけど、やっぱり移動平均線がねやっぱりこれぐらいほらグレーッと落ちてくると、短期の移動平均線が追いついてきて、それが抵抗線とまたねなってくるんでございますよ。 OK ですか。だからこの形は覚えておきましょう。逆に急騰してきた時はその短期とかがねサポートになりますし、急落してきた時は今回みたいにレジスタンスになる可能性がありますから、意識をしておいてください、よろしくお願いします。でも今ここで耐え切っているのはもう先ほど見ましたよ、雲がねやっぱりあるので、ここの雲の形だから今の値打ちもしねわかります、 1.13 ドルを割れ込んでしまうとずれっと落ちてくる可能性が大いにありますので、ここは注意をお願いいたします、注意をお願いいたします。 OK ですか。で1時間足レベルでも見ていきましょうかね。はい、こういった形1時間足レベルだとね、まあもう雲が上にある状態なので、
やっぱり4時間あたりがやっぱ意識されてますよね。雲の位置とあのサポートされている感じを見るとね、4時間足レベルをちょっと意識しておいてもいいのかなと思いますので、その4時間がやっぱりマクディさんあんまりよろしくないので、落ちてくる可能性がありますよっていうのはね、意識をしておいてください。で、落ちてくる際は基本的にいいですか、この下落チャンネルのね、下落チャンネルを描こうとしているので、カタンチのいいですか、最悪ここまで、1.01 ドル、もう1ドル付近までブルブリーと落ちてくる可能性があります。ですから逆に言うと、この1ドルというのは下落チャンネルのサポートとしてね、反発してくる可能性がありますので、ここでの現物買い並びに FX 短期はチャンスよということで、よろしくお願いいたします。その際はいいですか、この下落チャンネルのこの上端値、だいたい時間軸でいくとどうでしょう、 1.25 ドルとかね、そこら辺付近を利確ポイントとしてね、設定しておくのがベストでございます。 OK、 ある程度長い目で見ていった場合ですよ。で、今これね、下落チャンネルの中線付近で止まっているっていう認識もできますからね。だからやっぱりどう考えたってここを割れ込むと、もう 1.12 ドル付近をつけてしまうとブリーとやっぱり落ちてくる可能性がありますから、やっぱり注意をねお願いいたします。はい、もしかしたらこれ中線が結構意識されて、先ほどの雲もね意識されて持ちこたえて上がってくる可能性もありますので、いいですか、それがちょっと不安な方は、今ぐらいでね、分割でちょっと入れておいてもいいかなという感じがね、いたしております。はい、次行ってみましょう。次はね、こちら行きます。次ドット見ていきましょう。ドット、こちらでございますね。はい、こちらもね、雲が結構いい形で効いているんですけど、一回ちょっと消しておきましょう。はい、ドットなんですけれども、いいですか、ただいまの価格が26ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、いよいよこんだけバチバチ冷やしで長くついていた、サポートラインをいよいよ実践としてね、割れ込んでスタートしてしまいました。ですからこっからやっぱりちょっと落ちてくるね、可能性がありますよっていうのは意識しておいてください。日足レベルで MACD もデッドクロスを起こしているので、あまりいい様相ではない。はい。そして、4時間足レベルもね、これわかりますよね。MACD 線がもう右下がりでダラーといってますから、下落相場継続中になるよという形でございましょうか。そして、戻ろうとしているんですけど、短期の移動平均線が邪魔。そしてね、また嫌なことに、ここなんですよ。わかりますよね。ずーっと効いていた、この黒い右上がりのラインが、またまたレジスタンスとして効いておりますので、ちょっと上がね、抜きづらくなっております。OK です。ですから、逆にこれドットは、ロングじゃなくてショートを今かけるべき場所にいますよということをね、意識しておいてください。で、もしこれショートの損切りをするんであれば、やっぱり短期の移動平均線を実践として明確に上に行け、わかります？ですから、この右上がりのね、サポートライン上に回帰してきて、ロウソクでビタッとつけてきたら、もうそれは損切りをね、していくのがいいでしょうから、そこに対する注意をね、しておきましょう。よろしくお願いします。はい。で、逆に言うと、ロングで入るんであれば、このライン上に回帰してからね、上の29ドルっていうのを狙ってもいいでしょうし、もっとアンパイを切りたい方であれば、もう29ドルを超えてから入っていくとかね、いう形がいいんじゃないかな、というふうに思います。これはアセンディングトライアングルを作っていくような、形にも見えますのでね、よろしくお願いします。はい。それぐらいでしょうかね。いきましょう。まあドットはビットコインにもよりますけれどもね、今はショートチャンスよということで押さえておいてください。はい、上にブレイクしたら、損切りをねしていくのがいい。もしくはもうちょっと持ちこたえられる方であれば、この、中期の移動平均線を上にブレイクしてしまったら、もうちょっとこうね、上昇の目が作られていくような感じになりますので、上にブレイクしたらもうね、損切りをするみたいな形で捉えておいてもいいでしょう。はい、次行きます。次はね、ホット見ていきましょう。ホット、こちら、はい、行きます。まずですね、ホットなんですけれども、雲もね、結構こう、いい形で意識されるのかなと思いますけども、ちょっとごめんなさい、4時間も見ていきましょうか。そうですね。今、雲をね、下に抜けておりますね。ちょっと、ごめんなさい、冷足に戻ります。まずですね、いいですか？このホットなんですけども、OK です。もうわかりますよね。三角持ち合いを下に抜けてしまいました。はい。実践として明確につけてきた。ですけど、今ね、支えとなっているラインが、この日足レベルでの中期の移動平均線が今バチッと支えになっているので、割れちゃいけないラインっていうのが 0.01 ドル。これを割り込むと実践としてつけてしまうとズリーと落ちてくる可能性があります。OK ですね。ですから、じゃあどこまで落ちてくるのと、いいですね。日足レベルでの中期の移動平均線。だからまあ、4時間でも1時間でもそうですけれども、0.01 ドルを割り込んでしまうと、この黄色いラインぐらいまでね、0.009 ドルぐらいまで、落ちてきますよっていうのは意識をしておいてください。ってなると、これはリップルと同じようにね、こういった形で下落のチャンネルがね、作られていく可能性が、ちょうどほら、こういった形で作られていく可能性がありますので、そこは注意をしておきましょう。でも、逆にね、このね、黄色いラインって、結構ね、買いのエントリー推奨場所でございますから、こういった形でレジスタンス、あとは左行きますと、ヒゲでサポートつけておりますし、ここもね、レジスタンス。で、ある程度上昇起点となる、いわゆる出来高がグリーンと入ってきたようなね、場所になりますから、ここはいいですか、サポートとして強く効いてくるんじゃないかなというふうにね、感じております。OK です。ですから、落ちてきたときは、よだれをダラーって垂らしながら、反発狙いでロングをね、していってもいいんじゃないかなという感じがいたしております。で、もうこのね、三角、持ち合い、これ成立しましたので、一応これ消しておきましょう。はい、こういった形。ですから、高値もちょっと修正しますよ。
ここですよね。やっぱり、ヒゲまで加味すると、このラインをちょっと抜けないと、やっぱりホットに関しては厳しいので、戻ってきた場合は、このラインがね、抜けられるかどうか。OK です。ですから、ロングインの場所はもう2つ分かりましたよね。下に落ちてきた時の 0.009 ドル。もしくは、このね、高値を結んだラインを上にブレイクしてきたから入っていくっていう感じがね、いいんじゃないかなと。で、一旦の目標値は 0.013 ドルがね、やっぱり一旦の、目標値になるでしょうから、ここに対するね、期待感は持っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、雲を今下に割れておりますのでね、一旦は、ヒゲ上ヒゲつけてね、なかなか押されている。で、短期の移動平均線でも押されてますから、ちょっとずるーっと落ちてくる可能性がありますよっていうのはね、意識をしておいてください。はい。で、この下ヒゲ気になりますよね、やっぱりね、下ヒゲが。ここの反発下ヒゲ気になりますので、0.01 ドル、やっぱりここの割れちゃいけないラインっていうのは、ちょっと意識されているのかなという感じ。ここではね、この時間軸での中期の移動平均線の場所がちょうど、0.01 ドルぐらいだったのか。でも割れてますからね、この下ヒゲをつけてもう一回跳ね返ってくる可能性がありますから、どうでしょうかね。まあ、ロングインの場所ではね、ちょっと今はないよという形で、捉えておけば申し分ないかなと思います。今ここで勝負をかけるのは危なすぎますので、どっちに行くか分かんないので、方向感がきちんと出てから分かりますよね。だって挟まれているんですよ、短期と中期の移動平均線に。だから短期を超えれば強さが出てくるかもしれませんけど、中期を割れ込んだらブレーといく可能性がありますから、今ここで入るべきじゃないということで、よろしくお願いいたします。はい。まあ現物のね、買い集めとしたら、まあそこまで割高ではないのでいいんじゃないかなと思いますけどもね、短期並びに FX 勢はやめた方がいいよということでお願いいたします。はい、次行きましょう。次はね、ウィンを見ていきましょう。ウィン、はい、ウィンクですね。こちらポチッとだ、いきまーす。はい、ウィンなんですけれども、いいですか。ただいまの価格が、下4桁6245あたりをねつけているような形になっております。で、この右上がりの黒いライン、これもともと私が引いていたラインで、わかります、上昇起点となる、もうこれは強いでしょうというサポートラインだったんですよね。で、今そのサポートラインがまだまだ意識されて生きているということでございます。これ OK ですか。ですからここで支えてね、上を狙っていってほしいんでございますけれども、いかんせんマックD線も右下がりであまりね、見た感じよろしくないということですね。 OK ですか。で、そうですね、マックD さんあんまりよろしくない。で、あとはどうでしょうかね、雲を見ていきましょうか。まあ雲はね、まあいいかなという感じ。 OK ですね。で、4時間ちょっと見ておいてほしいんですよ、これ。で、これね、今、弱含みになっているんですけども、まあ、出来高もあんまり入ってきてなくてね。で、4時間のマックD戦も右下がりでございますので、ちょっと下目線が濃厚よというのは、意識をしておいて申し分ないんじゃないかなと。で、4時間の雲も上にありますのでね、ちょっと上値が重い感じ。で、割れ込んできたらどこまで落ちるのかって話ですけど、やっぱりこのね、200日の移動平均線の5137あたりまではね、ちょっと下落の想定をしておきましょう。一回はここで反発を、起こしてくれるかもなっていうのはね、期待をしておきたいところでございます。OK でございますか。で、ちょっと100日も見ていきましょう。はい、ごめんなさいね。いきまーす。はい、こういった形。100日もやっぱりちょっとこうね、移動平均線としては、今のローソクの上にあるので、サポートとしては機能してこない。逆に言うと、上がってきた時のレジスタンスラインとしてね、機能してくる可能性がありますので、ちょっとこれね、嫌な感じもするんだけどなーっていうね、こう、データを見るとね。で、だけど、結構ね、これちょっとこうね、なかなか難しいとこなんですけど、結構ね、サポートとしてバチバチに効いていたラインなんですよ、これ。オッケーです。もう上昇起点の場所から。だから、反発狙いで行ってもいいんじゃないかな、もう結構難しいとこですよね。反発狙いで行ってもいいんじゃないかなと思いますけど、もし本当に安牌を切りたい方は、この高値を結んだラインね、この中で三角持ち合いを作っていってるような感じにもなりますよね。安値切り上げの高値を切り、下げているという感じでございますから、この中で三角を作っていく可能性もありますから、もし安牌を切りたい方であれば、この高値を結んだラインを上にブレイクしてきたから、でもこの俺あの青いラインがね直上にありますから、もう何だったら6767 6767を抜けていってね、上昇を取っていくのがいいんじゃないかなという感じがいたしております。はい、もし待ちきれない方で、このサポートを効かせられるだろうと思う方であれば、今ぐらいで、いわゆる短期並びに FX のショートをねかけていってもいいでしょうけども、青で一応押されると思うんですよね、どの道ね。だったなら少なくとも青を抜けてから入っていくのがベストでしょう。はい、次行ってみましょう。次は XDC 見ていきましょう。 XDC でございます。下に行きますよ。行きます。ポチッとな、来ました。皆様、 XDC がようやくね、下割れを起こして現物を買いたいなと思っていた方の現物買いチャンスがね、来る可能性がありますよということでございます。行きましょう。今これね、いいですか。XDC に関しては上昇チャンネルと上昇ウェッジをね、意識している方がいるでしょうと。で、上昇ウェッジを意識している方がいたらね、やっぱりこれ、下割れを起こしてくるのがね、上等でございましょうか。まあ、結構確率的には多いですので、今下を割れ込んでしまって、で、さらにね、いいですか、これ、上昇チャンネルのサポートラインも割れてしまったんですよ。
ということは、やっぱりウェッジを意識されている方が多いのかなという感じもいたしますし、まあ、一概には言えませんけどね、ビットコインがやっぱり下落してきているというのも要因の一つでございましょうから、OK ですか？まあ、一概には言えません。けれども、まあ、いい様相ではないですよね。OK ですね。で、雲の場所を見るともう全然、まあ、下の方にあるとね、日足レベルでのマックD線が、ちょっとデッドクロスを起こしかけているので、もう嫌な感じ。はい。で、4時間足レベルで行くと、これもね、デッドクロスを起こしてゼロラインを、この状態で突破しそうなので、弱気相場継続中よという形がしております。で、1時間足レベルであれば、これも右下がり、もうとにかく弱いという感じで、じゃあ落ちてくるんだったらどこまでなのとね、いきますよ。この100日の今移動平均線ね、これ4時間で表記しておりますけれども、ここでの支えが入るか、まあだから下に関して言うと 0.13 ドルぐらいまでの落ちは想定をしておくべきでしょうということでございます。 OK ですね。で、200日の移動平均線がどうなっているかというのをちょっとチェックしておきましょう。どこにいるか、まあ、まだ下にいますから、100日の移動平均線とオレンジのラインがある程度被っている状態でございますからね、ここでの支えが、で、あとはほら日足レベルの、この中期の移動平均線もちょうどオレンジと被っているので、落ちてきた時のこの 0.136 ドルでの現物の分割エントリーとしては申し分ないのかなというふうに感じておりますので、資金に余力がある方はね、 XDC 買い集めてもいいかもねということで意識をしておいてください。よろしくお願いします。はい。上に関して言うと、やっぱりね、上昇チャンネル内に回帰してこないといけない。やっぱりこう意識されて、意識している方が少ないとは言っても、少なくともあると思いますので、意識している方もね、相場師としてはいるかもしれませんので、やっぱりこの上昇チャンネルに回帰してくることを、ちょっとこう、まあ期待していきたい。だからもし土短期で入るんであれば、反発してきてこのサポートラインでの裏タッチで全部流していって、上にブレイクしてきてからもう一回入るとかね、そういった形で見ていくのがいいでしょう。今はとにかく下含み、下になる可能性が、落ちてくる可能性があるよということで押さえておいてください。はい。そして今日の最後のチャート分析見ていきましょう。それこそこの前扱ったオーディオをね、見ていきたいと思います。オーディオ見ていきましょう。まずね、これね、ライン修正をちょっとしていきたいなというふうに思っているんでございますけれども、ごめんなさいね。どのラインで修正しようか、ちょっと、そうですね、行きましょうか。ただいまの価格が 2.7 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この青いラインというのはものすごく重要で、MACD もあんま良くないですね、やっぱ日足だとね。うん。こういった形。一気にね、ぐれーっと急騰した後の、いわゆる、落ちてきた時の、いわゆるサポートラインとしてね、今これ、機能しておりますから、あらかたね、OK です。ですからこれ、もともと三角持ち合いを作りそうよねって言ってたんですけど、下割れ起こしてもね、そこまで大幅下落を起こさなかったので、やっぱりこういった形でアセンディングトライアングルがね、意識されるフェーズに今入っているんじゃないかなと。 OK です。ですからこれね、まあ MACD もね、4時間足レベルであまりよろしくないで、出来高もないので興味が薄れていっているという感じ、ですけど、これはね、オーディオに関しては音楽関連のね、通貨ですし、うん、今後アーティストの方々にとってはね、結構いいものになるんじゃないかなと思っておりますので、うん、ちょっと長期保有目的で見ておくのがいいのかなという感じもいたします。救急でのどうのこうのよりもね、救急での上昇を見ていきたいのであれば、やっぱりここの、うん、ディセンディングトライアングルね、ディセンディングトライアングル、いわゆるディセトラっていうのは、高値が切り下がって安値がほぼ一定値っていうのがディセンディングトライアングルで、ディセトラは基本的に下割れがね、基本的な流れだから、このまんまいくと割れて、ここでもう上昇起点となる、もう 1.7 ドルぐらいまで落ちてくる可能性、もうちょうどほら上昇起点となる場所と、わかりますよね、200日の移動平均線、長期の移動平均線が被ってますので、ここはある程度強く、サポートとして入るんじゃないかなという感じが、まあでも半値戻しぐらい、まあ今ちょうどだから半値戻しぐらいですので、まあある程度青いラインでね、打診エントリーで買っていただいてもいいのかなと思いますけれども、本当に安牌を切りたいんであれば、高値の結んだラインを上にブレイクしてからね、ロングインをしていくのが推奨でございます。よろしくお願いしますよ。まあそれぐらいでしょうかね、オーディオに関してはね。今ディセンディングトライアングルがあるので、上を抜けたらロングチャンスとして捉えておいてください。はい。それではね、本日の重要ニュースとチャート分析は以上となります。そしていきますよ。チャンネル登録者の方がなんと、いきましょう、なんと8835名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様のね、高評価であるとか、あとはバットボタンね、あとは、なんていうのもコメントとかね、こちらが要因でアルゴリズムで、いわゆるおすすめに上がっているんでございましょうか。それだったら嬉しいと、もう本当にバン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 上げてくれということでね、願っております。 YouTube 様よろしくお願いします。そして、初めてね、聞かれた方であれば、ぜひともぜひとも、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい。それでは本日第1部の配信以上となります。第2部の配信はね、今日のまた11時頃にね、配信をさせていただきたいと思いますので、それまで楽しみにお待ちください。